または、タンパク質、ジスルフィドイソメラーゼは、深刻生物の消胞体や、細菌のペリプラズムに存在する酵素で、タンパク質がホールディングする際に、タンパク質内のシステイン残機の間の、ジスルフィド結合の形成と切断を触媒する。タンパク質は、完全にフォールリングした状態の適切なジスルフィド、結合パターンを迅速に見つけることができるようになる。ため、プデイは、 ホールディングを触媒する酵素として採用する。プディは2つのチオレドキシン様触媒ドメインと2つの非触媒ドメインからなり、各触媒ドメインには典型的な CGHC モチーフが存在する。この構造はミトコンドリアの膜関空で酸化的ホールディングを担う酵素の構造に類似している。こうした酵素の例としてはミア40があり、2つの触媒ドメインには プディの CGHC モチーフに類似した CXQC モチーフが存在する。最近で酸化的ホールディングを担うツバもチオレドキシン様 CXXC ドメインを持っている。プディのドメイン構造の模式図プディは酸化還元酵素と異性化酵素としての性質を持ち、どちらの活性もプディに結合する機質のタイプとプディの酸化還元状態の変化に依存している。 これらの活性は、タンパク質の酸化的ホールディングを可能にする。酸化的ホールディングは、新生タンパク質の還元型システイン残機の酸化を伴う過程であり、システイン残機が酸化されて、ジスルフィド結合が形成されることで、タンパク質は安定化され、ネイティブ状態を取ることができるようになる。通常の酸化的ホールディング機構と、経路、プデイは、具体的には、 小胞体でのタンパク質のフォールディングを担う。フォールディングしていないタンパク質のシステイン残機は、プディの活性部位内のシステイン残機と混合型のジスルフィド結合を形成する。機質内で安定なジスルフィド結合が形成されると、プディの2つの活性部位のシステイン残機は、還元状態となって乖りする。その後、プディはエロ1、ビコア、グルタチオンペルオキシダーゼ g p x 七 8. ペルオキシレドキシンプキシブなどの再酸化タンパク質へ、電子を移動することで、酸化型へと再生される。プディの主要な再酸化タンパク質は、エロ1であると考えられており、エロ1によるプディの再酸化経路は、他のタンパク質より盛り替えが進んでいる。エロ1は、プディから電子を受容し、これらの電子を消胞体の酸素分子へ供与する。その結果、 過酸化水素が形成される。誤ったホールディングを行ったタンパク質に対する活性還元型のプディは還元酵素活性または異性化酵素活性によって気質に誤って導入されたジスルフィード結合の還元を触媒することができる。還元酵素活性を利用する方法では誤ったホールディングを行った気質のジスルフィード結合は グルタチオンやナドフからの電子の移動によって、還元型システイン残器へと変換される。その後、正しいシステイン残器の間での酸化的な、ジスルフィド結合の形成を伴う正常な、ホールディングが行われる。異性化酵素活性を利用する方法では、核活性部位の N 末端金傍で、基質分子内での肝能元の再配置が行われる。このように、 プディはジスルフィード結合の交換を触媒することができる。単細胞藻類であるクラミドモナスクラミドモナスリンハート部の葉緑体ではプロテインジスルフィードイソメラーゼ RB60 はスパの翻訳の光調節に関係するメッセンジャー RNA 結合タンパク質複合体中の酸化還元センサーとして機能する。スパは効果学系2のコアの D1 タンパク質を高度する。 プロテインジスルフィドイソメラーゼは、葉緑体中で、調節的なジスルフィド結合の形成にも関与している。免疫系プディは MHC クラス I 分子への抗原ペプチドのローディングを補助する。MHC クラス I 分子は、免疫応答において、抗原定時細胞によるペプチドの定時と関係している。プディは、HIV の CD4 陽性細胞への感染時に、 GP120 タンパク質の結合の切断に関与していることが知られており、リンパ球やタン球への感染に必要である。シャペロン活性プディの他の主要な機能としては、シャペロンとしての活性がある。C マッタン側の非触媒ドメインが、ミスフォールドタンパク質の結合とその後の分解を助ける。この活性は3つの小胞体膜タンパク質、パーク、アイアー1、 ATF6 によって調節される。これらは、小胞体中の高レベルのミスフォールドタンパク質に応答し、細胞内シグナル伝達経路を介して、プディのシャペロン活性を活性化する。また、これらのシグナルは、こうしたミスフォールドタンパク質の翻訳を不活性化する。インシュリンタービディティ圧性プディは、インスリンの2本の鎖の間の2つのジスルフィド結合を切断し、 その結果ビーサは沈殿する。この沈殿は650ナノメートルの波長でモニターすることができ、これによって間接的にプディの活性をモニターすることができる。この圧生の感度は UM の範囲である。スクネス圧生、プディは様々な形でジスルフィド結合を形成した不活性なリボヌクレスをネイティブ状態の活性のあるリボヌクレスへ変換する。 この圧勢の感度は、μm の範囲である。DEGSSG 圧勢。この圧勢は、PM のプディを検出可能な蛍光定量圧勢であり、プディの活性を検出する圧勢の中で、現在最も感度が高いものである。DEGSSG は、酸化型グルタチオンに2つのエオシンが結合した分子であり、エオシンが近接して存在することでその傾向は、 昇降されるが、プデイによるジスルフィド結合の切断によって傾向は70倍に増大する。小胞体での酸化還元調節の異常は、ニトロソカストレスの増大をもたらす。神経細胞などの感受性細胞では、こうした細胞環境の変化によって、チオールを含む酵素の機能喪失が引き起こされる。より具体的には、プデイは、 活性部位のチオールモトに一酸化窒素が付加されることでミスフォールドタンパク質を修正することができなくなり、その結果神経細胞にミスフォールドタンパク質が蓄積する。こうした現象はアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の発症と関係している。プデイは多数の疾患に関与しているため、プデイの低分子阻外剤が開発されている。 こうした分子は、プディの活性部位を不可逆的、または可逆的に標的化する。プディの活性は、赤ワインやグレープジュースによって阻害されることが示されており、フレンチパラドックスの説明となる可能性がある。人のプロテインジスルフィドイソメラーゼには次のようなものがある。ありがとうございます。